未来に思いを馳せることはいいことだが、地に足のついた考え方をしないと夢物語でしかない。つまり私が君たちの前に現れるのはまだ先ということだ。ん？この丸いものか。これはベイルだ。私はあまりタフガイな武器は好きではない。だがこれが近距離攻防に優れた武器であることは認めるよ。どうだ、満月のように美しいシルエットだろう。え、攻撃の仕方がわからないのか。ああ、すまない。ベイルにはいくつかの形態がある。これはガード形態。そしてこれが攻撃形態だ。お前にあと 2,3 本腕があれば他の形態にもできたんだが、残念だったな。それにしても不思議な変形をするだろう。だがこれは有機変形ではない。折り紙のように綺麗に畳まれているだけなんだ。嘘だと思うなら自分で作ってみるといい。どう？ベイルはアーチと違い、エネルギーを一点に集中しているため非常に強い攻撃力を誇っている。さらに重量級の武器ではありながら細かい動きが得意でね、ガード時でも移動が可能だ。近距離攻防に関してこの武器を超えるものは天地創造以来を知る私とミカエルですら見たことはない。もうこの武器の説明はいいか。わからないことがあればあとはアークエンジェルに聞いてくれ。そういえばアーチの話はちゃんと聞いたか。そうそう、あ、それよりさっきの私の話ちゃんと聞いていたか。なんだ、聞いてないのか。それもアークエンジェルに聞いてくれ。